はい、今日の一品です。まずはじゃがいもを2つ皮を剥いていきます。はい、皮を剥いたら、4つに切って、耐熱皿に入れてレンジでチンをしていきます。はい、これをマッシャーで潰して、ここで青のりですね。そして塩。はい、全体を混ぜます。きれいに混ざったら、一つかみ掴んで棒状に丸めていきます。そしてエビですね。エビは酒で一度洗って臭みを取っておきましょう。そして皮を剥いて、背わたと腹わたを取っていきます。串でやると面倒なので、もう開いてさっと取れます。そしてお腹の方を開いて、こちらも取っていきます。そしてもう一度切れ目をちょっと深く入れて、パカッと開きますね。そしてこれにじゃがいもをくるむように乗せていきます。あとは粉をつけて、そして卵ですね。卵、パン粉。はい、これで揚げていきます。あとはカリッと揚がれば完成です。海苔ポテエビフライ、お弁当にどうぞ。